こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、ツイッター宛てに来たリクエストにお答えしていこうのコーナーでございます。今日はツイッター宛てにこんなリクエストが来ております。乾燥なまこさんからのリクエスト。明日からマクドナルドさんから発売する新商品、1971炙り醤油ジャパンと1955スモーキーアメリカをぜひ1年食べてみて。なんで1年なの？食べ続けんの？それ映画になるよ。てでーん、てでーん、ずっしりしております。てでーん、炙り醤油ジャパン、新聞紙っぽい包み紙になってんのね。うわ、これ気が利いてるね。焼き芋みたい。てでーん、スモーキーアメリカでございました。これはまたまたアメリカの新聞調になってんのね。おしゃれじゃないですか。この2つのハンバーガーなのでございますが、これ実はですね、こっちは1955年にアメリカにマックが誕生した時のハンバーガーに思いを馳せて、こっちは1971年に日本にマックが誕生した時のハンバーガーに思いを馳せて作ったハンバーガーだそうでございまして、思いを馳せたっていうだけで当時のハンバーガーを復刻させたわけではない感じみたいです。だからもう言ったもん勝ちだよね、これは。ちなみに今回のスモーキーアメリカの商品写真がこちらになりますが、どんな感じなのでしょうか。ペロン。あれ、誰か隠した？隠したかな？トマトとレタスと玉ねぎとか隠した人いるかな。あれ、いた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 、いましたね、いましたね。びっくりした。こっちか。あ、こっちね、こっちね。かくれんぼしないでよ。見た目すごくシンプルなハンバーガーって感じはしますが、パテのさ、肉肉しさですよね。では続いて、炙り醤油ジャパンの商品写真でございますが、こちらでございまして、実物を見ていきましょう。ペローンと。おー、今度は超出てきてる。このソースとチーズが混ざってぐちゃぐちゃしてるところ、すげーうまそう。基本的にはトマト、レタス、そして、ベーコンさんであったりですとか、具材は似てて、ソースが違うっていう感じなんですかね。でも比べてみると、上のバンズが、日本の方は真ん中分けになってますね。吉田栄作っぽい感じです。アメリカの方から食べていきましょう。いただきます。文句なしにうまい。これトマトが結構薄っぺらいかなと思ったんですけれども、かかってるソースの中にトマトペーストも多分入ってまして、トマト感が強いですね。ちょっと酸っぱめの洋風ドレッシングとかが好きな人はたまんない味でしょうね。普段のマックさんのハンバーガー以上に肉肉しさも感じられて、ベーコンの存在なんか口の中でほとんど感じられないくらい、パテがね、優秀です。ベーコンさんが完全なるエキストラ扱いだね。では続いて、炙り醤油ジャパンも行きましょうか。もうこの一番えげつない部分、食べてみましょう。いただきます。待って、これちょっとうますぎないか？おかしいよね。これ本当に1971年に思いを馳せて作ってる？これおかしいくらい美味しいんだけど、僕が生まれたのが1975年で、そっから結構しばらく経って、テリヤキマックバーガーが誕生して、もうめちゃくちゃうめえな。何この斬新なハンバーガーってなったんですよ。それをさらに進化させた味って感じしますけどね。完全にテリヤキバーガー2016なんじゃないの？このさっきのアメリカの方は、スタンダードなハンバーガーがちょっと美味しくなってると。1955年当時も使ってた感じの材料が、今はもっと美味しい材料になってるから、ハンバーガーも美味しくなってますよって感じになってる気がするんですけど、こっちちょっと違うよね。もう一回アメリカも一口食べてみましょうか。え、いや、うまいよ。490円もするだけあって、そこそこいいもの食べちゃってるなって気持ちになれるハンバーガーですよ。日本にもう一回帰国しました。笑っちゃうぐらいうまいよ。だから今回のこの対決に関しては、もう日本のハンバーガーの勝利かなっていう感じはするんですけど、これってはっきり言って、じゃあアメリカの方がアメリカの方のお店で、日本とアメリカのお寿司どっちがうまいかとか言って、日本はシンプルなマグロにして、アメリカのお寿司の方はもうマグロの上にいろんなさ、オニオンスライスとかアボカドとかバジルソースとかかけて、こっちのがうまいとか言ってる感じに近いようなものがあるから恥ずかしいね。